花の美容整形において三角形四角形五角形とあるんですけどどのデザインがいいのかこれがまずバレたくないのかがっつりやりたいのかによって目指すべきデザインが変わってきますで五角形を目指す場合バレてしまう可能性上がりますもちろん三角形もそうなんですけどで四角形これが一番自然忘れ花に近い花になります で、なんで三角花だとバレるのか、えー、五角形の花だとバレるのかこれをまず説明していくんですけどまず三角の方は、えー、この鼻先とですね尾、えー、翼とそして尾光炎これを結んであげると。で尾、えー、中が奥に引っ込んでいるので、えー、横から見た時に三角形に見えてしまうと。まあ、これによって ななんかっっぽくなってしまう,う引いては、えー、不自然であるという感じで整形を疑われる五五角角形形のの場場合合どうかこ、えー、ここに段があるんですよこの段が問題でこの段があるこ,ことによって、えー、不自然なアップノーズ花になる可能性があってというのも、あのー、スーパーマリオのような花といったらいいんでしょうか、まあ、こんな感じに見えてしまうんですね。 これでこれ、えー、アップノーズですよねこれに見えてしまうとなんか鼻先だけ飛び出してるかのような感じに見えるとひいては整形ばれするということが、えー、懸念されます。じゃあ不自然なアップノーズを、えー、防ぐためには四角の鼻これを目指すのが一番まあナチュラルではあります。 えー、こういった不自然な花になってしまうのはなんで、えー、どういう原因があるのかについて、えー、次見ていきたいと思うんですけどまずですね一つ目、えー、っと糸を使った、えー、小鼻縮小とか微線縮小ですねで強引にこう縛るとそれによって、えー、花の穴がこうかなり縦に細く長くなっているような人っていると思うんですけど これは本当に、えーまあ、失敗例でもお度々起こっていて、えー、不自然なアップノーズの原因になってしまう,う可能性があります続いて、えー、鼻先人工物でですねボールを入れるような手術を行っている場合オステオポールとかですね、まあ、これだと、えー、この鼻先だけ飛び出したような感じでアップノーズになることがあるとまあこれらは、まあ、もちろん NG ですよねはいまあ、えー、諸説はあるんですけど えー、形成外科の専門医あとで説明するんですけど形成外科の、えー、専門医には否定派のドクターがかなり多いということです。じゃあ、えー、五角形の鼻を作るためにプロテーゼや軟骨移植を使った手術っていうのが、まあ、ベースに、えー、行われているんですけど、えーまあ、五角形の鼻って一見こうきれいに見えたりするんですね。えー、花がこう上向きで ただこれまあ見る人が見ればザ・整形顔っってていいう感じになってしまいますで自然さからはやっぱり外れると思うのがもともと日本人とかアジア人の鼻っていうのは、まあ、軟骨がちょっと、えー、西洋人に比べると、えーまあ、少しですね、えー、短くて、えー、小さくてっていう感じの方が多いですね。えー、ただだこれが、えー、花先だけ なぜかこうビハイラインのこのラインよりも上に位置しているとなんでここだけ飛び出してるんだろうっていう感じでデザイン的な違和感を感をじる方は多いです、えーまあ、がっつり派の方例えば韓国の整形美女のような感じのデザインを目指すんだったらいいかもしれないんですけど本当にバレたくないナチュラルにしたいっていう方だったら、まあ、例えば、えー、浜辺美波さんとかアンジェラ・ベイビーさんとか。 まあ、花の印象っていうのはあバランスが良い忘れ花だと思いますので、まあ、そういった自然さを目指すんだったら、まあ、四角形ののににすするのが無難とということになりますえ今回のことをちょっと覚えておいていただいてもしカウンセリング等で五角形の花を提案された場合にはそれ医師のお やりたい手術じゃないんですかっていう感じをですね、えー、まあ、疑ってみて自分が目指すべきデザインなのかっていうのを考えてみるといいかもしれませんなおやっぱり、えー、形成外科専門医っていうのがベースにあると思いますので、えー、それはあのこのチャンネルでも再三言ってる通りなんですけどまあ形成外科 少なくとも5年間あの学会が認めるその研修施設においてトレーニングを続けて、えー、まあ専門医の認定資格試験に、えー、合格したドクターだけがなれるっていう、まあ、これを取っているか取ってないかそれを完全にスキップして、えー、美容外科になっているとやっぱり解剖学的な知識が少ないと見なされてしまう。 えー、現に、まあ、トラブルっていうのも報告されていますのでその辺は石選びの時には、えー、役に立てて見ていただければと思います。はい、なお具体的な名ンのご紹介に関しては下の概要欄のメールフォームからご相談いただけますのでご希望の際は送ってください。はいでは今回の動画は以上になります。ごご聴ありがとうございました